狼王フェンリル、お前たち魔族の新たな王となるものだ。新たな王？あなたの手を握り、秘伝家代理は我々をかばって自ら奴らに連れて行かれました。オズマル号を打ち倒す。そうすればこの俺こそが魔族の王だ。俺はあいつのものだ。あいつが王になりたいというならならせてやる。私は戦う。この国を守るため、お前を取り戻すため、この命をかけて。私はちっとも怖くない。私は知ってるもの。本当の強さを持っている人。あなたは王様には絶対勝てない。面白い。この女、本気で欲しくなってきた。存在証明を見たい。愛されたいなら。愛しているだと。この人間を、俺から全てを奪ったあの男が。我々につく気はないか。ここまでか。そう、我らが王の敵のところへ。サリは必ず戻ってきますのだ。俺はサリピーの親衛隊長だ。最初から死ぬ覚悟でここに来てんだよ。待ちわびたぞ、貴様にまみえるこの時を。私には王として、男として、貴様から守らねばならぬものがある。私にできるのはただ信じることだけ。王様は絶対に負けないって。